わしが天下御免の歌舞伎者前田喜一。こたびの題目は一の谷の戦いの真実解説。大河ドラマ鎌倉殿の13人にて描かれた一の谷の戦い、一瞬でござった。じゃが今後ドラマを描く上で、知っていく上で、この一の谷の戦いというのはかなり肝なお話でござる。なぜかと思うと、平家がほとんど滅亡したんじゃ、そして源氏軍の戦い、そしてここで活躍した人間がこの後どうなってしまったのか、頼朝様がどう思っていたのか、朝廷がどう思っていたのか、壇の浦以上に重要な合戦がここということで、ドラマの方では描かれなかったところを細かく解説していこうと思う。故にドラマを楽しむべく、歴史を楽しむべく、この動画を作っとる故に最後までご覧あれ。ではいくつかの項目に分けてまいったで、順次案内をしてまいる。まずは一の谷の戦いの合戦が起きる時代背景について案内をしていく。まず木曽義仲様こと源義仲様一行を倒した頼朝様一行でござるが、朝廷側は法皇様が平家を倒してほしいと追討の命を下される。ではなぜ平家を急いで倒したかったのか、これは理由が一つでござる。天皇様が二人おることになったからじゃ。安徳天皇様、平家側にいらっしゃる。後鳥羽天皇様、朝廷側にいらっしゃる。なんと天皇様が二人おるということで、世の中は混乱してしまう。ではどちらの天皇様がより天皇様かと申すと、立場としては安徳天皇様が真の後継者なんじゃ。これはなぜかと申すと、三種の神器を平家側安徳天皇様が持っとるからなんじゃ。法皇様からすれば三種の神器を取り返して真の後継者としたい後鳥羽天皇様、ひいては平家を倒したいということで、源頼朝様一行源氏軍に今すぐ平家を倒してほしいと1月の26日に命を下されるわけなんじゃ。では肝心のこの一の谷の戦いは2月の7日に起きております。それまでもこの空白の期間があるが、何が起きておったのか。2月に入りまして合戦を行おうと考えた義経様、範頼様の源氏軍、これに関して平家軍に話を出すと、2月の4日は平清盛様の命日で法要を行っておる、故に合戦はできぬと申し出る。これに源氏軍、法要儀式をやっとるのであれば合戦はダメじゃなと、平安鎌倉時代らしい儀式というものを重んじる、敵味方関係なくそういったものは大切にしよう、合戦はしないでいこうという約束をしっかり果たす。だってこれぐらいの期間が空いてしまったんだな。じゃけどもあの義経様がいらっしゃるということで、義経様がそのままいいよというわけがないんだ。だってどうしたかと思うと、とりあえず出発はしようということで、今日出発したのが2月の4日、源頼宣様が5万、義経様が1万の軍勢、合わせてまあ6万、7万の軍勢と言われておる。そして翌日、2月の5日、これが一の谷の戦いの前哨戦と言われる三草山の戦いが起き申した。さあ、これに関して平家軍は確実に驚いたと思います。なぜかと申すと、2月の4日を法要をしておる。この後に合戦が起きるというのは平家軍も分かっておったと思うが、この道中山が険しいということで2日以上はかかると、この道を通るには2日以上かかるで、それ以降に準備をすればいいかなということで平家軍休んでおったんじゃ。まあおよそ軍勢が3000と言われてるんだけども、そこをなんと源義経様はたったの1日で行軍してしまった。なぜそんなことができたのか、義経様が描かれてないもっと黒い部分がここのお話にある。これが何かと申すと、真夜中の山を渡るには皆であったらどうするか、義経様はこう考えた。民家に火を放て、民家を灯しながら行軍すれば道がわかるということで、民家を燃やして灯しながら進んでいたと。なかなか悪どいことをいたしてる。そして平家軍は何もうやってきたのかということで、休みの最中で襲われてしまって一瞬で壊滅。兵数も源氏軍の方が、まあ、多かったということで瞬時に壊滅して、そして陣を取って、ここから一の谷の戦いに発展してくると。まず
一の谷という場所は城のような要塞になっておるということを知ってほしい。一の谷を攻めるにあたって範頼様が大手は正面東から、義経様が絡めて西裏から攻めようとなった。平家軍も分かっておったがために東側には武変者であった平知盛様や平の重衡様を配備、そして裏手側に平の忠則様を配備いたした。まあ正面の方が強い人間が多かったと思ってほしい。でこの時に義経様はさらに二手に分かれて攻めたと。でこの裏側、最も裏側を攻めたのが土井実平様、およそ7000ほどの軍勢を要した。では残りの3000が義経様に従ったわけなんじゃが、山の中から攻めようとしたのがこの日踊り越えの坂落としと呼ばれている。では先にも申した一の谷は要塞、城みたいになっておったよっていうのは坂もぎ、堀、杭、そして櫓なんかを要した、まさに城のような作りになっておったわけじゃ。だからこそ攻めるのが難しい、これは源氏軍も分かっておった。そんな時に義経様の軍勢の中から武蔵坊弁慶が起点を聞かす。地元の漁師を見つけてそやつに案内をさせようと、つまり裏道かなんかがないかということを探るわけなんだな。その時に義経様が、おい漁師、ここの山から攻めたいんじゃが、馬は下ろすことできるか。馬は下ろすことはこの崖から難しいですと。では鹿は降りれるか。あ、鹿は降りれます。では馬も行けるっていうのが、まあドラマでやっとったお話でござる。でこれで馬を落として、まあこれじゃったらいけるなということで、まあ無茶の中下ろしたというのがこの日踊り越えの坂落としと言われている。まあ大体70機ほど連れて行ったと言われているが、これはかなり創作部分も強いお話と言われておる。ではここで非常に重要な点を申したい。この山から攻めたことによって義経様の功名が全国に知れ渡る、そして歴史書に書き残されるほどの活躍をしたと言われておるし、書き残っておるんじゃが、実はこれ疑問が残ることが多い。なぜかと申すと、吾妻鏡と呼ばれるものをはじめといたして歴史の勝者のいいように書かれておる。まさにドラマの方で平蔵に向かって、歴史はこうやって作られていくんだというセリフの通り、つまり日踊り越えって本当にやったかどうか微妙な感じにしたんじゃな、ドラマも。これがすごくドラマの方でうまく描いたところでござって、実際にこの日踊り越えの坂落とし、山から攻めたのは義経様ではなく義経様のとある家臣であったと言われておる。その男の名は多田行綱と言われておる。ドラマで出てこなかったのが残念なんですが、実はこの男歴史書にも全然残っておらん。じゃが第一次資料と言われる抑揚と呼ばれる公家の方が描いた確かな歴史書には名前が出てくる。ただ吾妻鏡には出てこない。ではなぜかという理由をさらに深掘りしていくと、この方翌年の85年、頼朝様によって追放処分を受けて、つまり源、そして北条家にとっては邪魔な存在であったということで歴史から名を消されてしまったわけなんじゃな。この方が山から攻めて大活躍をしたのはこれ事実でござる。ではなぜ追放処分になってしまったのかと思うと、義経様と関係が深かったからと言われている。そしてもう一つが、実はあの有名な獅子語りの陰謀、獅子語りの変、過去の解説動画を見てもらいたいが、その自分に打倒平家の大将を期待されておったが、ビビってしまったのか清盛様にチクってしまった、そういった過去の経歴があったゆえに、源頼朝様があの男は奇怪な人物であるということで注視しておったんじゃな。そういった以上の2点から追放されてしまったと言われているし、歴史書に名前が残らなかったと言われている。完全な第三者の公家衆の方には名前が残っておるということで、おそらくこの多田行綱が活躍したところを義経様が全部自分がやったということを独り占めしたということで、また梶原様がおかしいぞというふうにもつながってくるというわけじゃ、という裏話がござる。では一の谷の戦いの本編に探っていく。義経様が日踊り越えの坂落としをしたとされておるわけなんだけれども、この時に漁師に案内をさせようとしたんじゃが、漁師は弱いを重ねておったがために息子を連れていきますということで、
その息子をなんと湯煎様が元服させてしまうんだな、もうここで大人の儀式を行いましょうとして自分の名前を一時やって、その領主の息子を義久と名乗らしたとされておる。このような合戦の最中で成人式を行うって緊迫感ござるけれども、まあ、それほどまでに義経様は急いでこれを攻略したかったというのが伺える。さあそんな義経様も巧みな戦略をたくさん考えておったんじゃが、血気盛んな源氏軍、頼朝様が功名を挙げた者は褒美を取らすというのがこの源氏東国坂東武者たちの中で共通認識でござったゆえに、とある人間が実は義経様の裏を書いて行動をし始めた。その男の名が熊谷直真という男でござる。実はこの男とその息子ともう一人の人間が3人が義経様の軍であったんじゃが、このまま義経に従っておっても山から攻めては一番乗り先陣を切ることができない。わしらは先陣が切りたいということで、あの方言の乱なんかでも先陣をしたぐらい先陣一番乗りをするのが大好きな男であった。ということで義経様のところを夜中のうちにさっと軍から離れて土井様の軍に合流して先陣を切る作戦に出たんじゃ。結構勝手な奴らじゃけども、この男がこの後の一の代の戦いにおいての大事なことを生かすんじゃな。夜中に早速平家軍に一番乗りを仕掛けるんじゃな。無論城になっとるからな、兵なんかもござる。その兵の外のところで、やあやあ我こそは熊谷直真である、平家の者どもあいや勝負というふうに名乗りを上げる。真夜中でござる。平家の人間、うるさいな夜中に、ほかっとけということで、なんと無視をするということで、平家軍無視をして熊がいたし、出てこないなどうしようかなどうしようかなと待ってるうちに朝になりもして、もう一回行ってみようということで、やあやあ我こそはやってきたな源氏軍名ということで、朝ようやく戦いが始まった。まあつまりこの者たちを願いである先陣を切る一番乗りは成功を果たすわけなんだな。そして3人で攻め寄せるんじゃけれども、この3人どえりゃ強くて、もう平家軍をおりゃ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 と倒していくわけだな。一旦撤退して、いやーやー平家軍はこんなもんかと、偉いやつ出てこいやと熊谷は煽るわけじゃ。なぜ煽ったかと申すと、偉いやつの首を打ち取って褒美が欲しかったわけだな。じゃけどもなかなか出てこんかったわけじゃ。その隙にこの熊谷親子ともう一人おった平山という男がちゃっかり中に侵入して首を打ち取ってきたという話がござる。かなり源氏軍が血気盛んな奴らの集まりだということがわかるお話でござる。では一方その頃東の大手側は何が起きておったかと申すと、とある兄弟がここでおそらく我らは撃たれてしまう、わしの活躍を後に伝えてくれと兄弟同士で話しとったら、いやもし死ぬのであれば一緒に死のうということで一緒に突撃するんじゃな朝方。そうすると、まあ、打ち取られてしまった。これを聞きつけたのが梶原親子じゃ。いかん敵討ちじゃということで、梶原親子が朝っぱらから突撃仕掛けて、でも大暴れするんじゃ。もう強い、梶原様も強いから、エリアー倒して、よし一旦引くぞって引いてきたら、梶原景時様が言う、あれ影末がいない。そう影末様なんと一の谷の城の中に取り残されてしまっておって、いかん今すぐ救出じゃということでもう一回突撃した。そうすると影末様なんと平家軍5人に囲まれとって、景時様がかっこいい助太刀の張り方、ガキンブシューと3人倒して息子と共に見事撤退を成功させると。まあ、ここまで話すとかっこいいなんか出現の仕方と撤退の仕方というふうに聞こえたかもしれんけども、先ほど申した通り一の谷は強固な城でござるで、そういったいわゆるバリケードみたいなものを突破してこれを攻略しようか、相当すごい。ここの大手をかなり強いの武芸者たちを兵備したところをかき乱してるわけだから、あっぱれな活躍、つまり梶原様親子の活躍はかなり大きいんだよ。でその折にこの反対側絡めて裏側ではもうバチバチにやり合って、平家軍が撤退をしようと海の方へ逃げ始める。その時に火の手が上がる東側の大将クラスであった重衡様や友盛様がそれを見て、まずい挟み撃ちになって、このままではまずいゆえに撤退をしようとなる。で撤退してくる、ガーッと。その時に
平家の方々は討ち取られてしまったり、この重衡様は捕まってしまう。源氏軍が圧倒できたのもこの山から攻めた奇襲攻撃が効いたと言われている。で、海の方へバーッとみんな逃げていく上に、熊谷がいかん、名のある武将を倒しておらんで首を取らねばならんと焦っておった。こうよし、じゃあわしも海へ行こうとバーッと海の方へ行ったら、ものすごく豪華な甲冑を着てる者の夫が一人おったゆえに、やあやあ待てよと、海の方へ逃げる、すなわちわしに背を向ける、平家の者の夫よ、今日ではないか、勝負せえと言うて勝負をした。で、この時に熊谷が勝利をして首を討ち取ろうとしたら、その方の兜を取ると随分若かった、なんと自分の息子と同い年ぐらいの男でござって、みやびな方で笛なんかも持っておった。これは相当高貴な方なんじゃと。じゃが自分の息子と同い年ぐらいのものを討ち取ってしまうと、おそらくこの者の親も悲しむということで、なかなかこう気が乗らんなとなっておったんじゃが、もう源氏軍がいっぱいおったで、わしが逃がしたところで討ち取られてしまって、ここはわしが討ち取ろうということで、そなたの名前は何じゃと。わしは名乗るほどの名はない、じゃがわしの首を討ち取って平家軍に見せれば必ずわしの名前がわかるであろうということで、討ち取ったのがなんと平の敦盛様であったということなんだな。平の敦盛様が討ち取られてしまったり、平の重衡様が捕まってしまって、平家軍が壊滅、多くの人間が命を落とした、一の谷の戦いはわずか2時間で決着がついたと言われており、そして平の重衡様は京の都で牛車に乗せられて着回しの刑にされたと。そして法皇様が三種の神器を取り返したいがために、平の重衡返してやれで、三種の神器を返せと平の宗盛様総大将に伝えると、三種の神器を返すことになると安徳天皇の立場がなくなってしまう、返すことはできないというふうに返答すると、では重衡お前はもう用済みだということで鎌倉へ送られてしまう。そしてドラマであったのが工藤祐経、この人間がいわゆる宴の席で重衡様に今世をやったり鼓を打ったりして平家の恩返しをしたとされるお話がある。そして平の重衡様はとても素晴らしい方であったと言われている。鎌倉の中でも捕まっておりながら多くの人間たちを魅了して大変人気があったと言われている。そんな重衡様、なんとかつては焼き討ち事件をいくつか起こしておるということで、なんとを焼き討ちした罪で、なんとの人間たちが許せん、平の重衡をこっちへよこせというふうに話を持ちかける鎌倉に、無論鎌倉はどうぞどうぞということで、鎌倉からまあ南都へ引き渡せるときに鎌倉の人間が泣いたと言われておる。まあそれほどまでに人望が厚い方であったというわけだな。そして南都へ移されて、南都で晒し首にされてしまった平の重衡様、ここまでが一の谷の戦いの真実でござるし、平家がこの後壇ノ浦の戦いで滅亡するが、この一の谷の戦いで主力級をなくしたことが壇ノ浦の戦いで負けたことの大きな要因と言われておるし、ここで活躍した義経軍というのはやり方が汚かった、そして法皇様から勝手に官職をもらってしまったという罪において頼朝様からの信頼を失ってしまって、結果鎌倉へ帰ることもできずに追われてしまい、歴史書から悪者であったり名前を消されるような立場になってしまったということなんだ。さあ皆の衆いかがであったか、一の谷の戦いの真実でござる。ためになったら高評価コメント、そして援軍はチャンネル登録お頼み申す。他にも多くの歴史文化を発信しておる。チャンネル登録1万人目指しておるがために応援よろしゅう頼む。ではまた会おう。 YouTube おむすチャンネル登録をいたせ。